お疲れちゃんすらです。今日はですね、前シーズンねオワコンだったねあいつを救ってやろうっていうことで、こちらゴブスパにやっていこうと思います。さあスパキですね、はい、前シーズンはもう文句、はい、まあ、フェニックスにもやられ文句ですね、文句で自分が打った球が自分で返ってくるっていう、もう本当にどうしようもねできない、救うことがね不可能だったスパキなんですけども、まあ文句のね勝率がだいぶ下がりの、まあ、前シーズンと比べたらね、すごいマシな環境ではないんじゃないかなというわけでやっていきます。まあ、前シーズンよりマシと言っても、その、鬼天敵だった、あのね、文句が減ったものの、普通に天敵の枯渇が増えるっていう、ゴリゴリきつい。パッと見ゴリゴリきつい、マジマイティ枯渇ばっかっていうのを考えると、まだまだオワコンなね、可能性も非常に高いです。はい、さあというわけで、まあ枯渇とかもいるので、てかまあ枯渇が多いんでね、はい、マザネク型でやっていきます。まあエレキ型とか、なんかダックプリ入ってるだとか、結構ミニペガ、エリババだとか、まあスパーキーもね幅広い方があると思うんですけども、まあ個人的にはこの方がね好きなのでやっていきます。さあこれちょっとやべえな、あれちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、マジで本当にやばい、ガチやばいかも。このマイティが、あ、やべえ、待って。あ、ハゲる。マジでハゲてる。さあ、ですね。大ピンチになっちゃったんですけども。まあ、こっから勝つのもね、やっぱクラロアの、醍醐味ですからね。さあ、ガゴですね。久々に当たった。ガゴが強化されたんで、相手も使ってます。はい。まあまあ、ゴブスパ組んで、ガゴヒースピー、レイジーぶっぽすれば、一本折れるんじゃねえかなっていう、そんな考えなんですけど、マイティだけね、はい、危ないです。メガナイトマイティか。しかも、ヤナメもあるんで、ちょっと嫌ではあるが、ザップでね、マイティ止めてしまえばいいんだよね。あれ？そう。ヤナメのサイクル的にマジで、終われ、お願い、スパーキーの強みはこれだろ。いやー、ザップって、いや、ヤナメお願い回んないで、結構入るぞ。おきょ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 、やつやつやつ。さあ一本気合でただのレイジパワーで残っていきます。さあレイジがね、2週間後ぐらいかな、10日後ぐらい、15日いいっすね、15日にこれ拾える率薄いんだ。そう、15日にね、バランス調整が来るので、まあ、そこでレイジがね、ものすごい強化されてしまえば、スパーキーもね、ちょっと、夢見れるんじゃねえかなっていう思いはあるんですけども、さあ、どうなんでしょうかね。やっぱシーズンフィニッシュ、スパーキーで世界一とかは、やっぱあんま聞いたことがないんで、レイジが強くなれば、まあ、むずいけどな、もう、わかんなすぎて、どうなんだろうっていう。さあ、でもここは一旦ね、ほどほどに守っていきます。いやマジスパーキー後ろからこう流しておくだけで強いんでね。よし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 。一旦こっちにね飛ばないように、やばい、あー飛ばないように、飛ばないように飛んじゃった。さあ、おれそのヤナメもいいのか知らんけど、さあ一旦ブッパー、いやーマザネクが大活躍？いやマジマザネクゲーみたいなとこある。さてスパーキーさえあればある程度は守れるよねのスパーキーで、なんか来たらね。よしよしよし、逆サイメガナイトも対応できるよと。これも結構詰んでないですか、お相手さん。そんなこともないかな。よいしょよいしょ。さあ、いや懐かしいねこの感じ、いっぱいレイジを、レイいっぱいというかね、いやもうレイジヒースピーザップスパーキー、さあ懐かしいですけども、ワンチャン参るんじゃないか。まあゼロではないっすね、また文句がただやばかっただけなんで。さあ美味しい、マジ文句さえいなくなってしまえば頑張れるよねと。でマジこのデッキ文句引くとスパーキーも反射されるし、
なんだ、ゴブジャイの背中もマーザネクもガゴも全部反射されちゃうんで、結構渋いっすね。ミニペで頑張るぐらいか。あとは、枯渇がきついって言ったんですけど、まあ、枯渇に対してスパイキは本当に無意味になるんで、いやーどうしようかな。枯渇引いたらもうケツゴブジャイからのあのミニペ追加で遅れてマザネクガゴレイジぐらいでぶっ破すれば意外となんとかなるもんなので、スパーキーを出さずにシンプルに勝ち組んだら相手はきついっすね。さあフェニックス墓石、まあ、遅延スキャラとこかな。せっかくならスパーキーね刺したいっすけどね。スパーキーが発射するのをこう発射してタワー落とすのね当分見てないんで。ファルチェ、いや文句とかあったらこれマジでああなくすけどね。さあもうこういうのは逆サイ組んじゃっていいっすね。今5コスト使ってくれてんで5コスしかないわけじゃないですか相手はね。さあ背中が頑張る、レイジ打っちゃって、はい簡単だ、強すぎるマジでこう見るとな全然強いんですけどね。前期全くいないっていう文句一つで、そのカード一つでもねサービス終了しちゃう、このデッキがね、このデッキ終了してるから大復活をなるかな。まあ、ゲーム内にゴミ箱って呼ばれるねカードですから、それもまあまた、さあまあ一旦組むか。いやめっちゃいい、なんかたまたまゴブジャイの背中でフェニックスやっつけられそう。さあフェニックス卵だけはねやっといてもらいたい。エンブニクソでなあ、マズネク生き残れないか。まあでもなんかすぐ苦しそう。相手がスケラなのでもうマズネクが刺さって頑張れば諦めてくれるかな。さあグッドゲームかな。よいしょ、ミニペ強くね。だからミニペとかもねそんないなかったかな最近は。結局フェニモンゲー。さあ明らかに変わりました環境が。さあもしかしたらねスパーキー時代も来るんじゃねえかと言いたいとこですが、それはちょっと言い過ぎかなという感じで、前シーズンよりはマシの一言でね、はい済ませときます。さあアイゴレユーの、まあ、今期でも何が多いでってもう枯渇ぐらいしかパッとしないっすよね。あとはなんだろう、あ5ぐらいで3しくさいね。あとはなんだ、うんーエリクサポン、まあ、枯渇環境、あとは何でもって感じか。さあこれは低め3子とか組んだかな。ここにユニット来てほしいんですよね。のタイミングでガゴとビースピ出します。さあこんなにこんなにね簡単でいいのかっていう話ですけども、はい、一撃でした。さあ形組んで、まあ、ユニットが来るだろうっていうね、ああいう橋渡ったすぐぐらいのタイミングでユニットを追加すると結構ねいいことあるんでね、ほんと出すタイミングだけで変わりますね。もう相手もスパーキーだ。さあまあと言うならというか思ったのはラバとかもね帰ってきていいんじゃないかなと。やっぱ前シーズンはスパーキーと、まあ、ラバデッキがもうほんとゼロに近いというかもうゼロに等しかったんですよね。そう全くいなかったんで、個人的にはねラバめっちゃ好きなんで、まあ、ラバは帰ってきてほしいかなっていう思いはある。さあこのエリババとかをガゴだけで抑えれるとものすごい熱いんですよね。あーなんか来た、火力上がったんで、いや思ってるよりエリババを溶かしてくれてますね。さあゴブジャイはなんか意外と単品でいくだけでも強いと思うんで、さあ生かして、さあウィザードちゃん、エリババ
リババウィザードですって。だからもうそういうデッキやんっていう。マジでどうしよう。なんかマズネクボコボコにされるのかわいそうなんで生かしたいよ。さあエレジャイ、エレジャイ、エリババウィザードですって。ドチンパンやないかわいマジドドドドド、ドチンパンやないかわいい。ドドド濃厚つけ麺、高田のババ麺屋武蔵はめっちゃうまいんでね、ぜひあのつけてほしいというか食べてほしいんですけども、ドチンパンやないかお前は。さあ行ってらっしゃいドチンパンにはね、ああライトニング、同じことしてやればね分かってくれるっていう。さあミラーライトニングせっかく使ったのに縛るっていう、そんなことある。タワーに当てるとかでもなく、あの3体の一体で勝てていくね。さあこれちょっとなんかむずいんで、キャのダメージ受けるんですけど、まあ、ガゴーはねこんな感じで残ってくれれば強いよねの。さあやり返しましょう。であそこのエリジェイはね悩むね。まあミニペで一応なんか、でもエリババ来そうなんだよ。ってなるとだいぶ怪しくなる。1体ぐらい連れていけないかな。よしよしよし、1体ぐらい連れていけるのは結構よくて、さあこうなるとなんかね、あーライトニングボーイはね素晴らしい。結構やられて嫌なんだね。あれ、え、なんで終わったんだけどスパーキーが入った、スパーキー入ったね、入って、スパーキー入って槍と豚がチクチクしたね。そのーいしゅー、お、ちょっとトッププレイヤーっぽい。あとあれか、前シーズンは意外とキョスケの使用率もなかったイメージがありますね。キョスケフェニモンに餌にされてましたね、キョスケなんで。まあ今期とかは普通に、前期の前もねすごい多かったんで。あーなんかおしゃれ、おしゃれっす。えぐいカウンター行きたいけどコストないです。キョスケも帰っていきそうですね。まあマイティにねキョスケはちょっと弱いんで、そう考えると怪しい。さあマジあのマイティ走るの早いんだよな。いやこれマジでさ、どんぐらい受けんの。あー、いやー結構受けたね、思ってるより受けちゃったね。さあこれはね頑張んないといけないね。てかケツスパーしとけばよかったの。まあ、あとガゴ強いな今回に関しては。まあ、ファイブを打ってきそう即。あーマイティ潜れるもんな。あー強っ。ちょっと待ってよ、これマイティがねさてやばいっすね。普通に考えて止まんねえ、めっちゃ削られそう。怖い怖い怖い。さあいかにマイティにねやられないかが重要になっていきそう。ここはなんか行きたい、コムリ。いやー来ないか、待ってますねしっかり。いやうまい。さあさあさあ、まあでもスパーキーがやっぱきつそうなので、あと呪文がポイズンかファイボかはねあると思うんですよ。だからマザネクはちょっとタイミング見てね刺していきたいね。あのマイティだけ、もしマイティだけやべえかんな。マイティしかも回んの早くね。さあ潜ってくる読みのスパーキー、あーファイボでしたね。さあスパーキーファイボ2周で溶かしていこうぜっすね、ボムの範囲と。なのでマザネクをねうまいことここは刺していきたいが、まあ、ガブで良さそうだ。一旦行ってこいっていうマジ。あーめっちゃいい。いやーめっ、うお天才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 。さあさあさあスパーキー爆刺さり。いやでもあれ、あの受けちょっとむずいんだよな。あれ真ん中にいてほしい君。よしよし、真ん中にいれば潜られても、やばいやばい、待ってマジで下手。おい急に何やってんだお前。やばいやばいやばい、ちょっと待って、積み勝ちたい。一旦守りね。あーうまっ。
いや、ガゴ。ガゴ。すみません、マイティだけ、マイティだけなんで、ウォールブレイカーは一回許容できます。344、遠いな、そういえば。この感覚。懐かしい。まあ、組むだけちょっと、嫌そう。いやー、馬防衛。よし、でかい。これ結構きついぞ、相手。このガゴ追加がね、マジで熱い。ファイボか？綺麗に。うわー、めっちゃ綺麗。いや、でも槍が。ザップのダメージ。ああ、ファイボで巻き込みたいタイプね。よしよし、守れ。よしよしよし、さ、危ないね、危ないが、スタンキーもね、ちょっと相手対処久々だなって感じでしたね。おやっつって、スパキー、どうやって守るっけっていう、いやいや、事故ってはいたので、まあ、そこはね、ラッキーだったかなっていう。なんなら俺も、あれっつって、なんかスパキー、ん？初めて使ってるみたいな。ちょっと事故ってたけども、まあ、全部レイジーごまかしていこうぜ。さあ、ドリル、鬼許容しちゃうかな、マジ。鬼の許容しすぎ？ああ、大砲ドリルはちょっと珍しいね。これなんか、ルート強制が多分あるんですよね。あれ、拳で早かったか。ああ、全然、ルート強制も、なんもなかった。あれなんか、ああ、そういう感じね。後からね。後から太陽で甘えると、おい、ぶっ刺し。ガチ強くね。あれってか、マイティがさ、流行ってるんだけど、このマイティのね、その、こっちが事故って変な受けをしなければ、なんかマイティに対してさては強いまであるんですね。しかも、偉いね、豚が、ゴブリンの受けを。これだけでだってもう。マジ。うわ、すげえ。マズニクの豚で戦える。で、ここにコウモリが一応。あー、諦めたか。早いっす。時短がコスパいいデッキです。さあ、マズネクもね、ちょっと強そうっすね。コウモリとかガゴとかが増えるならね。あ、でも久々に使うとね、おもろいね。スパーキーマジで久々だもん。ワンシーズン合わなかっただけというかね、ほぼ使ってないだけで。奇跡の再会。あと文句はマジ全然いないっすね。もう5コストなんでね。まあ、いても気合で。さあ、今回の相手はチエンスケラかエレジャイかみたいな感じで。いや、めちゃくちゃいいビビドラやん。あ、待って、ミスった。ヒースピー、これなんかユニットのミスが多いな今日。新環境で浮かれてるっすね。さあ、まあ、ゴレかエレジャイっぽいね。スケラはちょっと薄いかな。ダックプリなんでね。さあ、まあ、スパーキーはゴレだったり、まあ、エレジャイには強い。ゴレはね、意外と、まあ、強いんですけどね。お。さあ、エリババだともうちょっと楽だったけど。豚に、あー、いいとこ持ってってる。ナイス、マゾニク。で、アイスイーズだったなーって、ダックプリだったんで、これからのヒースピ追加までが強い。あ、範囲で行かれるよね。俺もそんな気はしてた。そんな気はしてたなー。なんかヒースピ右側とかにね、置いとけばよかったんかっていう。ダックプリの範囲もなんか上手い人たちはね、しっかりこう範囲で守って、範囲で攻めていいんだ。
いやらしいですからね。さあ、まあエレジャイ右手があるのはいい話ですね。まあエリババでもいいんですけど、相手攻めれないですからね。まあ一回完全に受けから来られるって感じかな。防衛ライトも駆使して守ったところに端前エレジャイされるとちょっと苦しくなっちゃうですね、僕からしたら。でこれマザネクとかミニピークとあれなんですよね、普通に防衛ライトされちゃうんで、こんな感じでガゴとかのねライト打たれてもいいやっていうユニットで戦ってるんですよ。うん、その一旦はこれの繰り返しかな。いや、あそこで打ってほしい。マジ鉄壁っすよね。いや、いい防衛してる。でこれはミニピアね、ちょっと遅れて今ぐらいに追加したい。これでライトニングも打ちたいが打ちにくいみたいな。ちょうどユニット出すサイクルでね、ちょうどアイスイズを出す、ちょうどダックプリを出す、そういったタイミングでユニット追加すると相手は防衛ライトができないんで、終わりそうではある。あとザップ何回打てばいいですか。あれはこれライト打たれるだけだったら負けないんで、まあ、この間に、あ、おめでとうございます箱がゴミ箱が飾られました。いやースパキ強いね、こう見るとゼロだったのがこうありえないっていうぐらいね、さあ強い。さあというわけでこちらゴブスパ、皆さんねやってみてください。マジ文句さえなければスパーキーも全然参ると思うんで、はい、マイティもねぶっ通して頑張っていきましょう。では大塚ちゃんでした、またね。